以上が今回の番組内容でした。それでは次回11月8日月曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。子育てに関する情報をお伝えする次世代育成支援テレビ次世テレ、次回は子どもの笑顔を守るためにお送りします。今回のミニ情報のコーナーは州税課からのお知らせです。市税は福祉や教育、土木工事などの市民の皆さんへのサービスを行うための貴重な財源です。市税の納期内納付をお願いします。11月20日土曜日、津の真ん中ウォークが行われます。紅葉に彩られた津偕楽公園、四天王寺、津城跡や海の玄関口津渚町のほか、にぎわいプラザなどのイベントが行われる中心市街地を巡ります。コースの途中では美味しいもののプレゼントがあるそうです。午前9時30分から近鉄津駅西口前で受付を行います。事前申し込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。この後45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からはザ・メイキングをお送りします。今回は放浪ポットができるまでをお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。